ないよ。あつむとあむごとあむごとでもたぶんとどうしたさらにプロコズプロコズ오늘은너무추워가지고따뜻한음식을먹고싶어요여기는밥이네밥순짠면이랑가시동이랑그거손가스스프나오는거시켰어요우리기다려볼까요아진짜맛있겠다여기에요어저기저기이거는그그림에다가하고싶은색깔이렇게누리에를한책이에요너무좋아해가지고이런것도아닌데이런것도아니야더많은줄알았는데어이런거아니야洗顔をして肌に何もつけてない状態なので結構ねなんか突っ張ってる感じ冬の乾燥に負けないスキンケアを紹介していきたいと思いますこれがですね拭き取りトナーになってるんだけど拭き取り化粧水ですねを拭き取っていきますでもねやっぱ敏感肌の人とかあんま強くこすりすぎない方がいいと思うの でこんだけちっちゃいけどね結構液が染みてこんな感じでしっかりやっぱ拭き取りはね楽なので私はこれをすごいめんどくさがり屋さんにおすすめです続いてエッセンスこれエンプルで特に私順番程度は分からないんだけど、まあ、トナーをしてその次にエッセンスと同じ順番でエンプルっていうのを塗りますでなんとねこんなにちっちゃいのにこれで5万ウォンぐらいだったのでどんだけいいかっていうのをちょっと試してみたかったのでこれを購入してみましたこれが2層に分かれてるのでちゃんとしっかり振ってこのスポイトで本当にこうちっちゃいから、ね、多分少量で本当にいいと思うんだよねで顔にちょっと垂らして、うん、匂いがめっちゃいい柑橘系の匂いなのかなこれはビタミン C をすごい感じるね夜これをつけて寝ると朝結構しっとりした感じになるのでこう全体的に伸ばしたらこう超保湿されてすごいツヤが出ますこれもさっきのこのエンプルと同じブランドでこれも1本5万ウォン5000円ぐらいでやっぱセットで使った方が効果が出るっていうことだったので私は今回セット買いをしてみましたハンドクリームみたいでちょっと心配になったんだけど最初私はこのぐらい目にとって本当になんかね食感じゃないわなんか質感もちょっとハンドクリームっぽくちょっとね重い感じでこれも顔全体伸ばしてでねこの2つセットを使うと本当に朝本当に全然違う肌の肌質を感じられると思いますでもなんかちょっとねこう塗り伸ばすと白くなるんですけどこれを肌にめっちゃ浸透させてこの前ここをさ自転車置き場で思いっきりぶつけて青たになっちゃったこんな感じでしっかり伸ばして最後
しまい。もう顔がね乾燥して超ピリピリしてるんですけど、昨日ちょっとめんどくさくてパックだけつけてそのまま寝落ちしちゃって、すごい今日は乾燥してるので、この3種類のこいつらを使ってきっと明日にはまたもちもち肌に戻ってると思います。ということで皆さん、冬乾燥めちゃくちゃしてるんだけど、これをぜひぜひ韓国に来たらみんなでぷっくり肌を目指しましょう。また次の動画で会いましょう。みんな風邪ひかないようにね。じゃあねー。